遺失物。遺失物とは、占有者の意思によらずに、その所持を離れたもの。誤って占有した他人のもの、他人の置き去ったものを及び一掃した家畜は、純遺失物という、遺失物法二条一項参照。一般的には、忘れ物、落とし物といい、遺失物を拾ったものを習得者、拾われたものを習得物という。なお、所有者から盗まれたもの、盗品は、 遺失物とはならない。遺失物の扱いについては民法及び遺失物法、平成18年6月15日法律第73号による。このうち遺失物法は2006年に全面改正されたものである。旧法は明治32年3月24日法律第87号。遺失物法では、習得者は速やかに 習得をした物件を遺失者に返還するか、または警察署長に提出しなければならないと定められている。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されているものに、該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかにこれを警察署長に提出しなければならない。遺失物法四条一。施設において物件。 埋蔵物を除くの習得をした習得者、当該施設の施設占有者を除くは、全項の規定にかかわらず、速やかに当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならな、遺失物法4条2項。これらの義務に違反した場合には遺失物横領罪に問われる。警察署長は、遺失者が判明した時は、提出を受けた物件をそのものに返還するが、 提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、または、その所在を知ることができないときは、物件の種類及び特徴、習得日時、場所を広告しなければならない。広告期間は、基本的に3ヶ月、埋蔵物については6ヶ月で、当該警察署の掲示板で行われる、その間に遺失者が出た場合は返還さる、遺失物法7条1項、2項、4項、 遺失物の広告期間については1958年の法改正により1年から6ヶ月に短縮され、さらに2006年の法改正により6ヶ月から3ヶ月に短縮されている埋蔵物については6ヶ月のままとなっている。なお、遺失物法では物件の管理に負担がかかることを考慮し、警察署長は提出を受けた物件が滅失、既存する恐れがあり、または 保管に過大な費用、手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができるとしている、遺失物法9条1項。また、傘、衣類、自転車などの政令で定める、日用品については2週間以内に売却しうると、している、遺失法第9条2項。この場合、物件の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を、 公助した残額が当該物件とみなされる遺失物法第9条4項。遺失物は広告をした後3ヶ月以内にその所有者が判明しない時はこれを習得した者がその所有権を取得する。これを遺失物習得による原始取得という。ただし、広告期間の満了により遺失物の所有権を取得することとなった者は 所有権を取得した日から2ヶ月以内に物件を警察署長等から引き取らないときは所有権を失う遺失物法36条。ただし、金製品や個人情報に関わる物件などについては、収得者による所有権の取得が認められていない遺失物法35条。なお、遺失物については、収得者の側から、 あらかじめ警察署長等に申告することによって物件に関する一切の権利を放棄することができる遺失物法30条。また、遺失者の側からも物件について有する権利を放棄することができ遺失物法31条、すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは、習得者が 当該物件の所有権を取得することになる、遺失物法32条1項。すべての遺失者の権利放棄によって、収得者が所有権を取得することとなった場合にも、収得者は、その取得する権利を放棄することができる、遺失物法32条2項。物件について、権利の放棄や、権利の喪失などによって、所有権を取得するものがないときは、原則として、 警察署長が保管する物件については、都道府県、遺失物法の特例施設占有者が保管する物件につてはその特例施設占有者に物件の所有権が帰属することとなる、遺失物法37条1項。ただし、禁制品については、国の所有となるほか、遺失物法37条1項1号、個人情報に関わる物件については、すべての遺失者が、 その有する権利を放棄したとき、または広告後3ヶ月以内に遺失者が判明しない、ときには国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄することとされている、遺失物法37条2項3項。物件の提出、交付、保管に要した費用は、当該物件の返還を受ける遺失者または、物件の所有権を取得して、これを引き取る者の負担となる。 遺失物法27条。また、物件、誤って占有した他人のものを除くの返還を受ける、遺失者は、当該物件の価格、遺失物法9条1項もしくは2項、または20条1項もしくは2項の規定により、売却された物件にあっては、当該売却による代金の額の5%から20%に、相当する額の放浪金を習得者が請求した場合は、 習得者に支払わなければならない、遺失物法28条1項。このほか遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、1項の規定にかかわらず、習得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ1項に規定する額の2分の1の額の、放浪金を支払わなければならない、遺失物法28条2項。ただし、国、地方公共団体、 独立行政法人、地方独立行政法人はこの放浪金の請求はできないこととなっている、遺失物法28条3項。以上の費用請求権や、放浪金請求権は、物件が遺失者に返還された後1ヶ月を経過した時に消滅する、遺失物法29条。従って、習得者による放浪金の請求は、 物件が、遺失者に返還された後1ヶ月が経過するまでに、なされている必要がある。物件に関する一切の権利を放棄した習得者や、遺失者は、費用償還義務や、放浪金支払い義務を免れる、遺失物法30条31条32条。なお、習得者と遺失者の関係は、事務管理にあたり、以上の、 収得者と遺失者との関係を定めた民法や遺失物法の規定はその特則となっている。その他、詳細については遺失物法に規定されている。漂流物や沈没物の収得については、水難救護法24条以下による。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。